浜松市では30代の男性の感染が明らかになりました。県外での趣味の集まりで感染した可能性が高いということです。感染が確認されたのは、浜松市中区の30代の男性会社員です。市によりますと、男性は先月21日、京都市で 趣味のゲームに関する集まりに参加し3日後に発熱による寒気を感じたということです狭い部屋におよそ40人が集まり同じ会に参加した知人も検査で陽性だったことからこの集まりで感染した可能性が高いということです男性は現在38.2度の熱があり咳の症状を訴えています男性は一人暮らしで濃厚接触者は 会社の同僚2人と、市内で乗ったタクシーの運転手、男性の自宅を訪ねた1人の合わせて4人で、今後、PCR 検査を行っていくということです。